あずまやの日々これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日々これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日々これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。8月23日、今日は何の日？1847年の今日、森有礼が生まれました。森は政治家、外交官、思想家、教育者です。伊藤博文が初代総理大臣になった第一次伊藤内閣で初代文部大臣を務めたのが森有礼です。森は薩摩藩士に生まれ、藩校、造紙館で漢学を、藩の洋学校である改正所で洋学、多分これは主に英語だと思いますが、洋学を学びました。1863年に薩英戦争を経験した後、1865年には藩命によりロンドンに留学、ついでアメリカに渡って、神秘主義宗教家トマス・レイク・ハリスのコロニーに参加しました。このトマス・レイク・ハリスは、性愛哲学の布教者だそうで、ハリスのコロニーには、薩摩藩の留学生が参加しますが、多くは途中で離脱する中、森有礼は1年近く生活を共にし、帰国後も交友があったそうです。1868年に帰国しますと、直ちに明治政府に出資しますが、配当を嫌疑して入れられなかったために辞任。1870年に小便無視としてアメリカ在勤を命ぜられて渡米。在任中に英文による信仰自由論や日本の教育の刊行を試みました。1873年に帰国して外務大丞、清国公使、外務卿代理などを歴任しました。この間、名録者を設け、男女同権を論じて世論を導く一方で、商法講習所、これは後の一橋大学ですが、それを創立し、商業教育を行いました。1879年に特命全権公使としてイギリス駐在を命ぜられ、条約改正の交渉を進めましたが、1882年に伊藤博文とパリで会って、教育問題を論じて意気投合。1884年に帰国すると、参事院議官、文部省御用掛兼務に任命されました。そして1885年の内閣制度成立とともに、第一次伊藤内閣の初代文部大臣となりました。1886年には帝国大学令など一連の学校令を交付して、学校体系の整備を図り、特に人材育成のため師範教育を重視し、これに兵式体操を導入しました。森の進歩的な思想と果断な性格が誤解を招き、1889年2月11日、帝国憲法発布の当日、森は暗殺されました。今日はこの辺ででもいいんですけど、もう少しお話しします。それは森の結婚と離婚についてです。森は29歳の時に幕臣広瀬秀夫の娘、常と契約結婚します。この時代は親同士が決める結婚が普通で、男は側室、お目かけたんですね。側室を持っても非難されない時代でした。契約結婚の意味するところは、
森が名録雑誌に掲載した最小論によりますと、男女が平等であること、夫には妻を扶養する義務と妻から扶助される権利があり、妻は夫から扶養される権利と夫を扶助する義務があり、夫婦が互いにそれを守ることが国のもとともなるということだそうです。森の自宅である洋館で洋装で腕を組んだ二人が現れ、多くの招待者が見守る中、婚姻契約書なるものが読み上げられ、夫婦で署名しました。証人は福沢諭吉が務めました。これはいわゆる人前結婚式ですかね。その後彼らは日本で最初と言われている離婚をします。その理由は…というお話を植松みどりさんが美貌の功罪というタイトルで静岡新聞の連載小説に書かれました。書籍化されてないかなと思って探しますとありました。拳開花という本です。2010年の本なので、もうちょっとあんまり売ってないかもしれません、古本かもしれませんが、東屋もぜひ読んでみたいと思っている小説です。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。